最近は髪の毛いい感じだね、ちょっとなんか。え、キモいよ。え、なんで。いや、なんでよ。え、なんで。え、なんかチリチリで気持ち悪い。え、チリツンツンでしょ。チリツンツンじゃない、チリチリツンツンツンって感じ。うわ、ツン1個増えてるだけじゃん。でも俺、なんかもう髪の毛がツンツンすることが好きなのよ。あの、横から見た時にこう、うん、前にシュッていってるのが好きで、うん、その理由が、うん、本当に大好きな中学校の先輩の地毛がそんな感じだったの、うん、で、いいなみたいな、うん、思ってて、うん、その人は水道の水で、うんやったらもうツンツンツンってなる、うん、もう髪質的に、うん、で俺真似してたんだけど、うん、俺はもうダメなの、 前髪しか上がんないの前髪しか上がんない髪型で、うん、どちらかというと毛がこう後ろになっちゃったの、うん、こう前髪をこう上げて全部が、うん、でその人はこっちだったの、うん、前髪を上げてもこういう髪型だったの、うん、こういうね、それがもうかっこよくてさ、俺もなりたくて、うん、で初めてツイストパーマをかけてもらった時に、うん、え待ってみたいな、うん、前ツンツンいけんじゃん前ツンツンいけんじゃんと思って、それは中学校の先輩がそういう髪型でかっこいいなと思ってて、その名残で俺は今だにその髪型は好きです。じゃあタンタンとかもあれさ、本当は普通にやってた髪型だったんだ。そうだよ、あのタンタン用の髪型じゃなくて本当のタンタンなんだ。本当のタンタンっていうか、ちょっと無理もしてる無理もしてた。無理もしてた、もちろん、うんうん、だってあの本当は俺ツンツンタイプじゃないから、うんうん、俺前髪上がらないタイプだからアイロンでこうやって、うん、でもあのあまりにも前髪上げすぎちゃうと、うん、オールバックになっちゃうから、うん、ここは抑え気味でこの真ん中のラインだけドライヤーでこう、お前その時代長くねその前髪だけ上げる時代マジ長い。中1からずっとそうじゃん。うん、ダリで今もだしダリマジダリだけど中町ディアス